ノカルディア属は、放線菌に分類される細菌の一属、計85種。病原性を示さない種もあるが、ノカルジア症の原因となる種もある。ノカルディアは、世界中の有機物に富む土壌中に認められる。さらにノカルディアは、健康な歯肉と、歯周ポケットの高校微生物層にも見られる。ほとんどのノカルディアの感染はその細菌の吸入化。 外傷からの侵入によって起こる。現在、103種が登録されている。ノカルディアのコロニーは、見た目は様々だが、ほとんどの種は、解剖顕微鏡で見ると、栄養が制限された培地で培養された場合は特に、貴金子を持つように見える。ノカルディアは、非選択性培地で、ゆっくり増殖する、変性後期性菌であり、幅広い温度条件で生育することができる。いくつかの種は、 部分的に抗酸性であり、それは、細胞壁に中程度の長さのミコール酸を含むからで、ある。過半数の株は重要な病原性因子である、コードファクターを持つ。ノカルディアは、カタラーゼ陽性で、ほとんどの一般的に使われるバイチで容易に増殖し、3から5日で目で見える大きさのコロニーになる。しかし、もっと長い培養期間が必要なこともある。この属に含まれる。 種のうち、十種は、人から管理された。のカルディア族の様々な種が低い病原性を持つ、病原性細菌である。そのため、臨床で重要な疾患は、小さな子供、高齢者、及び、免疫不全の患者のような免疫系が弱い人での、日和り未感染症として、最も頻繁に発生する。のカルディアの病原性因子は、二つの酵素型ラーゼと、 スーパーオキシドジスムターゼ、および、コードファクターである。ノーカルディアスターイズは、最も頻繁に人に感染するノカルディア属の一種で、あり、ほとんどの場合、免疫不全症の患者での日より未感染として起こる。医学的に関心のある、他の種は、n ブラジリーンシスと n キャビアイである。人のノカルディアの疾患で、最も一般的なのは、低進行性肺炎であり、 一般的な症状は、咳、呼吸困難、及び熱を含む。この感染が、胸膜まで感染が広がることは稀である。すでに存在する肺の疾患、特に肺胞ク質症は、のカルディア肺炎にかかる危険性を増す。全身に広がった場合、あらゆる器官が影響を受ける。のカルディア属の一種は主要な病原効果の一つとして、心内膜炎の過程に深く関わっている。 約25から33%の人でのカルディア族の感染は脳炎及び、または脳腫瘍を形成する。ノカルディア族はまた、放射線菌種、リンパ皮膚型疾患、ハチス式炎、及び皮下腫瘍のような様々な皮膚の感染を引き起こすことがある。生物学的資料からのノカルディア族の単理は、レジオネラに使われるのと同じ酵母抽出液と活性炭に富む。 寒天培地を使って行われる。マイコバクテリアや、心筋用の洗濯培地も用いられる。最も適した飼料は唾液であるが、臨床で必要であれば、気管手配法洗浄検査、または生体組織検査である。種を特定するための、さらなる生、科学的検査は、通常行われない。血清検査と、皮膚反応は利用できない。トリメトプリム、 マイナススルファメトキサゾールを用いた抗菌薬療法が最も一般的な治療である。ニューモシスチス肺炎の治療のようなとの理由で、トリメトプリム、マイナススルファメトキサゾールを取っている人は、のカルディア族に感染しにくいように見えるが、この防護効果は信頼できないと考えられており、いくつかの研究で全体的に意義が唱えられている。ミノサイクリンは通常、 スルファ系薬剤が処方できない場合の代わりとして使われる。高等余量のイミペネムとアミカジンも、また、深刻な症例、または、難治性の症例で使用される。リネゾリドはのカルディア属に非常に効果的であるように見えるが、非常に効果であり、深刻な薬物有害反応を引き起こすかもしれない。抗生物質治療は6ヶ月から1年続けられ、 期限なく続けられることがある。適切な傷の処置も重要。ノカルディア属は、抗生物質、方向属化合物分解酵素、または変換酵素を産生するような興味深く重要な性質を持っているが、遺伝学的ツールがないためにこの生物の研究は遅れている。しかし、実際的なノカルディア大腸菌、シャトルベクターが最近開発された。ありがとうございます。